新田忠純は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。通称は四郎。父母は不祥名は新田忠純とも、日田忠純とも言われ、平家物語では、二、丹の忠純と読まれる。伊豆国新田郷の住人で、自称四年の源の頼朝挙兵に加わっている。頼朝からの信任は厚く、文治三年正月、忠純が、 企得状態に陥った時、頼朝が自ら見舞っている。兵士追悼にあたっては、源の範頼の軍に従って、各地を転戦して、武功を挙げた。文治5年の欧州合戦においても、先行を挙げる。研究4年の蘇我兄弟の仇討ちの際に、兄の蘇我助成を討ち取る。頼朝死後は後を継いだに大将軍、源頼家に仕えた。頼家からの信任も厚く。 より家の着難一万の奪父となっている。県民3年9月2日、より家が既得状態に陥り、比企吉一の変が起こると、忠常は、北条時政の命に従い、自政邸に呼び出された、より家の外籍、比企吉一を暴殺した。5日、より家が回復すると、逆により家から、自政討伐の命令を受ける。翌晩、多田は、よりの命を受けながらも、 吉和追悼の書を受けるべく自生亭へ向かうが、帰宅の遅れを怪しんだ弟たちの軽挙を理由に、無本の疑いをかけられ、自生亭を出て御所へ戻る途中で、加藤慶香戸に殺害された。去年37。静岡県田形郡神奈美町に行ったには、忠常の墓と館跡があり、現在も子孫を称する一族によって守られている。源頼朝の頃に行われた、 富士の巻狩りにて、手多いの暴れる多いを仕留めたとされている。源頼家の頃、富士の狩場へ行った際、頼家の命令で、静岡県富士宮市の人穴を探索した。ありがとうございます。